加藤さん、発達障害なのに手帳もらえませんでした。どうすればいいでしょう。何このさ、解決困難な、お悩み相談口は。そうか、お前発達障害なのか、つって。おい、今日やろうぜ、それ。解決困難なお悩みを今ここで解決するっていう枠取らない。どぎついの頼むわ。変な空気になってもいいよ。いや、こいつ懐かしすぎる やべえ、これみんな覚えてないするから、左腕がぐしゃぐしゃになっちゃってさ、離婚したけど、その離婚した女と、再婚する男と3人で暮らしてる男 覚えてる？その元妻の喘ぎ声と、その旦那の腰と、腰骨と尻が当たる音がイヤホンを貫通して聞こえてきて嫌になります。たまに寝ようとしている時に聞こえてきて親のセックスを見てしまった気分になります。助けてください。その後のこいつの情報を聞いとくか。元気にしてるか、お前。複雑なやつがいるんだよ。離婚しちゃったけど、その元奥さんと同居してて、その元奥さんとは、元奥さんは新しい旦那を見つけて、その新しい旦那と一緒の家に住むから、元旦那、奥さん、現旦那で住んでて、現旦那と元奥さん、この当事者にとっての元奥さんのセックスの音が聞こえてきて辛いっていう。元気にしてるかと、もう加味して聞いてみるか。こいつスマブラ上手くなかったっけ？左腕ぐちゃぐちゃだけどスマブラ上手いですよ、みたいな。あ、もしもし。お久しぶりです。は久しい、ぶそうでり。す。左腕がなんかちょっと障害を持ってる方ですか？そうです。久しぶり、元気にしてた？だいぶ元気です。なんか、どういうお悩みなの？一回注意したんですけど、それからちょっと小さくなったんですけど、やっぱその、腰振るときにケツに当たるパンパンの音あるじゃないですか。ある。あれが振動なんで、イヤホン貫通してくるんですよ。なるほど、このパーマーで。それです。あ、もうこれが聞こえてきちゃうんだ。なんと、どういうジェラシーもあるの？ないですね。あ、ジェラシーはもう全然ないんだ。全くないんですけど、たまに変な猥談になって親のあれがどうのみたいなのあった時に、ちょっと、やめてよみたいなのあるじゃないですか。まあ、なるね。そんな気分に。いや、でも、お前もそろそろさ、一人でする時が来たんじゃない？いやー、それがですね、聞いてください。うちの子が6歳になるんですあれ、およ。前子供いるんだっけ？そうです。こっちうちの子を。6歳になるんで、小学校行くじゃないですか。小学1年生って、そんなに長くいないじゃないですか。クラブもないし。ああ、まあ、早いで、ね。帰ってくるから、2時半ぐそらいのが子来る。を、留守番がてら見とかないといけないんですよ。なるほど。じゃあ、その子には何て説明してんの？なんとなく理解してるみたいなんですけど、まあでも、普通にパパはパパで、自分は自分みたいな。なるほどね。なんか田中やったらなっちゃんみたいな感じで、パパとなっちゃんがいるみたいな。なっちゃんで なっちゃんで新しいパパ。でも田中じゃないですけどね。仮ですけど、仮です。俺は、あれこれね、賛否あると思うけど、俺は、正直、片親で人が少ないより、人が多い方が、俺、すごくいい子供育つと思う。マジで。本当に。ご近所さんとも付き合いしてて、ちょっと友達、その子供の友達と遊んだり、たまにその畑でちょっとバイト行ってるんですけど、そこでなんか余った野菜もらえるんで配りに行ったりして、表面上はまあまあ普通によく焼けてるんで、今のところ問題はないんですよ。ただちょっと子供の反抗期がえぐくて、誰の言うことも聞かないんで、6歳で？全員ですね。3人全員言うこと聞かないです。今何歳だろう？ 6歳、3歳、1歳で、6歳が自分の子供で、あとの3歳と1歳が、元新しい奥パさんパの。と今旦那さんの子供なんですよ。全員懐いてくれてるんですけど、まあ言うこと聞かないです。まあでもそれはあれでしょう。発育過程における正常な段階でしょそうですね。う。なんか
しすぎて。まあ、それは大丈夫だよ。はい。まあ、ひとまずよかったよ。お前が、なんかその、幸せそうに暮らしててよかったわ。あの、今のところ、だいぶ幸せですね。あと、お前、左腕ぐちゃぐちゃだけど、スマブラ上手くなかったっけ？今、レート1040万いきました。マジで？はい。すごくない？お前。あ、またあの、ちょっと、証拠で、写メ送らせてもらって。え、じゃあ、俺もいける？あー、でも全然いけると思いますね。ちょっと、あの、教えて今度。はい。うん、でもなんかやっぱその、知識がわからないじゃないですか。うん、あ、わかんない。相手が何するかわからないとか、うん、どうする行動がわからないっていうのは、結局、教えてもらうより自分がやらないとダメなんで。あ、わかった。はい。あと、逆ウィップがあそこまですごいと思わなかったんで、うん、あれはもう一回アカウント変えた方がいいんじゃないかとちょっと思ってるんですけど。そのレベルなんだ。まあ、とりあえず、はい、あの、写真でさ、教えて、はい、あの、お前のアカウントと。あ、はい。わ、うん、かりました。ありがとうね。はい。じゃあね。じゃあ、そう頼ってありがとうございます。はい。はい、失礼します。すいません、失礼します。まあ、こいつ元気でよかった。左腕なくてビップ行ってんだ。左手なんでぐちゃぐちゃになったの？なんか機械に、あの、本当に悲しい話を、いや、あの、明るくすると、機械に巻き込まれてぐしゃぐしゃになって、確か指もなんかいや、本当石腕、ギリ石腕じゃないぐらいな感じだと思う。指2本しか動けませんみたいな状態で、まあ、右手動くから細かい動きはできるけど、左で見せていいのかよ、これ。お前めちゃくちゃ強いや。キングクルールで1040万いってんの。左腕ぐちゃぐちゃやん、お前。潜水忍ぶみてえな左腕してんじゃねえかよ。誇らしげに乗せれるけど。忍ぶやん。どうも皆さん、忍ぶですよ。やべえ、やばい、フレンドコード映しちゃった、ごめん。許して。許してごめんな。加藤さん、こんばんは。僕はお母さんがガンで、お父さんが窃盗で捕まり、妹は子供を下ろして、弟がこの前窃盗で捕まりました。俺はこの先どうすればいいか分かりません。超話、超首突っ込みたくねえけど、ちょっとかけてみよう。今日のコンセプトが、絶対にクリアできない難問にトライしようだから。こんにちは。あ、もしもし。もしもし。あの、加藤です。あ、もう、あ、すいません。あ、自分の声が声だと思って、すいません。あ、もしもし。あ、もしもし。聞こえますか？はい、聞こえます、聞こえます。なんかその、あなたの家、キルアの家みたいな感じですね。あ、すいません。あの、トイレではちょっと話してて。はい。すいません。あの、話を聞いてくださるんですか？あ、話聞きます。はい。はい。はい。もう、ガチなんでしょ？うん。あ、もう、あの、ほぼほぼガチです。うん。あの、まぁ、あ、ちょっと、あの、まぁ、あ、お父さんの話はちょっと結構前の話なんですけど、うん。あの、4年前にちょっとそういうことがありまして、うん。で、あの、今年やったことが、まぁ、あ、お母さんが、もう、何になってしまって、うん。で、それで、まぁ、あ、もうし、6月の段階でも、あと1ヶ月って言われてたんですけど、うん、まあ、その状態で、その6月中に妹が子供ができまして、うん、で、それで、でも、あの、彼氏さんの方が、もう、未成年で、うん、で、もう、どうすることもできず、うん、で、お父さんがそういう状態で、お母さんも、その、寝たきりの状態で、うん、捕まっちゃったんだ。
しまって、でまたそのお父さんも今行けない状態で、まあ、僕がまた警察署の方に行って話聞いて、でそうですね、まあ、そんな話があって、ね、でなんだなんですかね、でそのまあ取っちゃったんで、まあ、お金を取ってしまって、あ弟が、はい、でそれでそれを立て替えなきゃいけなかったんですけど、あ、そのママの治療のな、はい、それに使いたかったんですけど、全部そっちに当てなきゃいけなくて、なんか俺がこう半年間頑張って貯めてたのは何の意味があったんだろうって思い始めて、なるほど、まあ、家族、まあ、全部お父さんお母さん弟妹で自分なんですけど、なんかで、まあ、お母さん以外がこうなんかクソなことをずっとやってて、なるほど、まあ、年齢も、まあ、自分で言ったらあれですけど、まあ、若めというか何歳、遊びたい、25歳です、ね、25歳、まあ、遊び、できることなら遊びたいと、周りが遊んでる中でこう、まあ、僕今一人暮らししてて、実家から離れてるんですけど、もうほぼほぼ毎週実家に帰ってて、お母さんが看病したり、あの病院連れてったりしてるんですけど、弟と妹が遊びほうけてて、なんだかなと思いつつ今生活してて、でその中で弟のこともあって、なんだか嫌気がさしてしまったというか、なるほど、ただ、まあ、お母さんもお母さんで、まあ、頑張ってる中で、僕もこう投げ出すわけにもいかず、あなたにちょうどかけてあげられる言葉を僕持ってました。はい、俺も2018年、はい、頭だな。いや、はい、ちょっと俺の話ゆっくり聞いてくれ。はい、俺2017年の10月にお母さんが余命1年って宣告されて、はい、その翌月におばあちゃんが余命半年って宣告されたの。はい、で、誰にも相談できないじゃん。俺長男で。まあ、配信で言うこともできずに、でぼちぼち金は持ってたけど、治療費月30万円かかってたのね。ああ、結構、もうじゃあ、限度額外というか。そう、うちお母さんが所得1000万円あったから、ああ、多分その、高額医療22万円ぐらいだったのね。ああ、で、おばあちゃんが8万円で30万円ぐらい。はい。で、その、癌、お母さんが飲みたいって言ってた、その、はい、癌の効く、でも絶対効かないであろう、はい、あの、無保険のお薬、プラス17万円払ってたの。はい、めちゃくちゃしんどかったの。だけど、俺投げ銭とかしねえって決めてたから、その時なんか、まあちょっと辛かったの。はい、んで、家族仲もあんま良くなくて、お姉ちゃんも仕事しながら毎日面倒見てる、親父もどうしていいかわからない、いきなり二人死にかけちゃって。で、俺も東京にから帰るわけも、できなくて、なんでこんな辛い時期が続くんだろうってマジで思ってたの。なんでこんな辛い時期が続くんだろうと思ってたの。でも今の俺を見てほしい。結婚して、まあある程度お金もあって、すごい幸せに暮らしてるの。止まない雨ってマジでないんだよ。今お前めちゃくちゃ苦しいじゃん。めっちゃ苦しいでしょ。多分俺より苦しい思いしてると思うの。でも止まない雨はマジでないっていうのは本当に伝えたいわ。その辛さいつか止むわ。いや本当にもう今の支えというか、なんですかね、もうお金のない状態で極楽っていうのも本当に加藤さんの配信しかなくて、私も頑張れるなと思いながら今ちょっと頑張ってる状態です。まあちょっとだから自分は体壊さないように、はい、まあ頑張ってくれよ。はい、ありがとうございます。山の雨は俺はないと思ってるから。ありがとうございます、本当に話聞いてもらっただけでもちょっと救われました。わかった。はい、すいません、ありがとうございます。じゃあ頑張ってね。はい、ありがとうございました。はい、すいません、これからも動画楽しみにしてます。
ました。あ、動画じゃなくて生放送な。うん、じゃあ、生放送でした。すいません。うん、あれだから、それやっちゃうとオニアみたいになっちゃうから。うん、分かった。すいません。うん、じゃあね。ありがとうございます。はい、失礼します。はい。一瞬、危なかったな。足、僕の切断された足の付け根を見ていただきたいでしょうか。どういう集まりだろう。ねえ、おかしくなっちゃったのかもしれない。俺たち。